こんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。ながらでラジオ、ながらじのお時間です。ちょっとですね、通常営業にしていこうと思ったんですが、この4日間というか、水曜日から神戸に来てまして、で、日本整形外科学会の学会っていうのに4日間、エースメディカルサポートさん、私がサポートしてもらってる再生医療の会社さんですね。からがこうブースを出してお医者さんに再生医療こういうのありますよっていう情報を提供するその場所として、出展をしてたんです。でその4日間私そのブースに立ってミニセミナーを行ったりっていうのをやってたんですけど、もう朝から夕方まるっと4日間めちゃくちゃ疲れちゃって昨日最終日だったんですけど、もう昨日は夕方で終わってホテルに帰ってきたんですが、もう起き上がることができなくて、とりあえず顔洗って歯磨いて謎にきゅうり1本食べてもう寝ました。もう本当に体調が悪くて、でもうずーっと12時間以上今日の朝まで寝続けて、やっと少し回復したかなという感じです。もう体調が悪くなるとさ、お腹も緩くなるから本当に嫌なんだよね。そんな時のアナルプラグさんなんですけど、そういうこともあってこの前の1週間全然配信できてなくて、もう少し余裕あるかなと思ったんですけど、さすがにそんな甘くはなく配信できておらず、でこの1週間も結構バタバタするので、合間見て配信しようと思うんですが、体力がなさすぎてですね、無理しない方がいいかなと思って、ちょっと今日は通常営業のながらじじゃないようにお話ししてます。なので、様子見て、YouTube の編集したりなんやりはする予定ではいますが、ちょっと自信がないんです。なのでこの1週間も配信が滞るかもしれません。なので先週と今週2週間結構 YouTube をお休みするかもしれませんが、皆さん来週から6月月末からはちゃんとまた配信できると思うので、そちらを楽しみにしておいてほしいなと思います。で、ながらじにね、ちょうど皆さんの健康を維持するためにどうやってやってますか、なんか秘訣ありますかみたいな感じでコメントをいただいてたんです。でちょっとそれもせっかくいただいたので、またゆっくりしてる時、元気な時にコメントを読んでやっていこうと思います。ベストタイミングですね。私はもう本当にまず寝るしかない。もうめちゃくちゃ汗かくほど寝て、そしたら今度脱水症状みたいになるんですけどね、寝すぎて脱水症状みたいになってまた具合悪くなるっていう繰り返しではあるんですが、そんな感じでなんて言うんですかね、なんか胃腸炎とかそういうのにかかるんだったら薬飲めばっていう感じなんですけど、本当にただただ疲労から来る疲れなので、マジで寝るしかないんですよね。原因がわからなすぎて。前もあったんですけど、それも本当に筋肉疲労からくる疲労で、もうどうしようもなく1週間何もせず寝続けた。起きては寝て起きては寝てを繰り返した気がします。ちょっと今週もバタバタするので、休めるときは休んで、また来週から元気に配信をしていこうと思います。もう季節の変わり目っていうこともありますのでね、皆さん体調管理気をつけてお過ごしください。はい、ということでまたお会いしましょう。バイバーイ。